本日の第8試合です。スーパーファイト 71.5 キロのキャッチウェイトで行われます。3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。カイト対ブラックパンサーベイノア。それではただいまより本日の第8試合、この試合解説です。スーパーファイトピエロブラザーズの山口兄弟、山口博人選手、ユーマ選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、東京オリンピック女子フライ級銅メダリストの並木月美選手、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ 71.5 キロということで、まあ、ライズを代表するベイノア、そしてキックボクシングを代表するカイトの一戦ということになります。ビースト、いや本当にヒロト選手楽しみな一戦ですね。いやもう僕らが解説するレベルじゃないですね。いやいやいや、何をおっしゃいますか。ユーマさんはどうですか。何も言われへん。技術が高すぎて分かんないですね。このでも入場のパフォーマンスからこう雰囲気作ってくれますよね。いや渋いですね、二人とも。はい、そして並木さんはどうですか。そうですね、やっぱ同じかくあの空手家出身ということで、はいはい、ユーマ選手頑張ってほしいなっていうふうに思うんですけど、やっぱリベンジっていうところなので、リベンジ狙ってるんだろうなっていうのがすごく顔ににじみ出てるなっていうのを感じますね。そうですね、両者は前回2019年の12月に対戦しました。シュートボクシングルールの5回戦で行われましたが、その時には判定負けをブラックパンサーベイノアが喫しまして、カイトが勝利しているということになります。ただ体の大きさが、ね、違いますね。あ、そうですね、はい、でもそれ関係なくそのがカイトですからね。今回はベイノアルールなどは関係ない、前回と今回は自分もかなり違う、リベンジの気持ちはないという話もしていました。今日の試合は 71.5 キロで行われます。180センチのカイトと178センチのベイノア、2センチほどカイトの方が上回っているということになります。ただ今ヒロト選手もおっしゃったように、こう体の厚みというのもかなり違いますね。そうですね、まあ、それがどう出るかですね。でも 前は関係なく倒してるんでね。はいはい、そうですね。さあ、いきなり行ったの、蹴り合いになりました。ベイノアが前に出ていきます。青いグローブがブラックパンサーベイノア、そして赤いグローブがカイトです。いや、積極的に第1ラウンドから激しく飛ばしていきます。ベイノア選手、カーッと右ストレスが入る。カイトがパンチを飛ばしていきました。カイトは絶対焦らんすからね。ああ、そうですか、はい。この第1ラウンド始まった直後から一気に前に出ていきましたベイノアです。あーっと、ここでベイノア倒れた。強すぎるやろ。何も言われへん。いやただ足元がおぼつかない。止まりました。えぐいや、やばすぎる。1ラウンド KO 決着。さすがカイトが仕留めていきました。いやもう次2人の話聞こうと思ったんですけども、ちょっと待って、僕ら回数4回して全部1ラウンドで終わった。山口兄弟が担当する試合はいつも早いですよね。これが一番早かったもんね。いや本当にそうですね。いや、並木さん改めてどうですか。いや、カイト選手のパンチのキレというか、タイミングの良さというか、すごく落ち着いた試合をしているなというのがすごいなという印象だったんですけど、シュートボクサーですから、まあ、蹴りで決着するのかなと思ったらパンチでしたね。はい、パンチだったのですごいかっこよかったですね。いや、そうですね、これやばない、ほんまにやばい。今のやばいけど知ってるからな、ヤマさん。はい、まあそらそうやわな感じ。あ、そうですか。練習行かれへんな。まあ、試合の方は終わってしまいましたけれども、ヒロト選手、改めてその凄さっていうのはどういうところなんですか。まあ、絶対もう自分のリズムを崩せへんもんな、ナイト。どんだけ相手がバーってさっきみたいに来ても、はいはい、絶対自分のリズム崩さへんし、絶対終わってへんし、もう何も言えませんわ。ユーマ選手は最初にベイノア選手が一気に行きましたけれども、はい、そのあたりで自分のペースもやっぱり崩さずっていうところなんですかね。そうですね、もう全然、いや逆に行ったらあかんかもしれんな、カイトに。ああやって、あ、そうですか。いや、カイトには何しても勝てないですよ。最後は左のパンチで沈めていったということになりました。まあ、お互いに一応オーソドックススタイルではあるんですけれども、スイッチもできるという選手同士の対戦でしたが、やっぱり右左どちらもパンチ強いんですね。強いですけども、どっちにも対応できてるんですからね、カイトが。あ、そうですか。
まあ、無敵ちゃいますかもう。このあたりでしっかりと相手も見ながら戦ってきて、さすが S の最高傑作と呼ばれるだけありますね。すごい。ということで勝利しました海斗選手のこれからコメントということになります。という興行も珍しいかと思いますが、またしても1ラウンドノックアウト勝利となりました海斗選手にコメントをいただきます。こんばんは、シュートボクサーの海斗です。おはようございます。今見てもらったと見てもらって分かったと思います。自分が世界一になる男です。本当にもう日本には相手いてないんですけど、70ではいてないんで、ライズの70のベルトも、ソンヒョン選手とこのリングで、ライズルールで戦いたいんで、それもやらせてもらうし、グローリーとの対抗戦も、70キロ自分が代表としてやるんで、皆さん、僕の応援もよろしくお願いします。それと6月19日、自分はノエリさんと必ずやるので、皆さん、ライズファンの皆さんも、僕の応援にぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。毎日の盛大な拍手をという勝利しましたカイトのコメントでしたけれども、ナミさん、もう日本には自分にこう並ぶような選手がいないっていうような話もしてますね。いやすごい、いやこの試合見てたらそうなんじゃないかって思わせてもらいますね。感じますね、はい、さらには、ユート選手、ユーマ選手、このイソンヒョンとの戦いとか、はい、まあ、世界を見据えてっていう話も今出ましたけれども、どうですか。まあそうじゃないとカイトが輝かないですよね、このまんまじゃ。そうですね、はい、ライズのベルトも取りに行くという話もしていましたね、はい、ということでお伝えしてまいりました。本日の第8試合カイト対ブラックパンサーベイノーの一戦は第1ラウンド41秒でカイト KO 勝利です。